はい、こんにちは、ガチャです。今日は世界遺産熊野古道の端上峠、結構初級者向け、初心者向けのコースらしいんですけど、こちらの方にやってまいりました。今ここに当たるんですけど、ここからちょっと全部歩くとオルビスユールゆうちゃんを止めているので戻ってこないといけないので、今日はそのメインの端上峠に行ければなーっていう、この標高147メートルまで行って帰ってこれるか、もしかしたらちょっと戻ってくるかという感じで、すぐ足の股がコマネチになるむっちゃんと一緒に行きたいと思います。空回りしている感じですねで、登り方というか行き方が2パターンほどあるらしくて、この今いるところからこう行く、この茶色がよく出てくる世界遺産のルートというのと、ウォーキングルートがメインの明治道ですね、とであるんですけど、まあ、世界遺産ルートで少しでも世界遺産に触れながら行こうと思います。端上峠はこちらです。熊野古道のちょっと旗が多分もうちぎれちゃってる感じですけど、これね、結構立派な奥田だね。熊野古道は、熊野古道自体が1000年ぐらいの話で、時代でいうと鎌倉室町にはもう盛んに、お参りするのに使われていた道、もともとお参り好きなのが日本人っていうところらしく、例えば僕らが一番最初に行った成田山なんていうのもお参りするためにできたのが京成鉄道とか、鉄道もいろいろお参りするように作られた電車だったりとかね、するところもあるんですけども、いわゆる熊野大社でいいのかな、にお参りするのに皆さんこう熊野古道を使われてお参りに行かれていたというのが1000年ぐらいの時代です。ただ江戸時代になると伊勢神宮、別名お伊勢さんっていう形で、伊勢神宮の参拝がすごく盛んになったせいで、この熊野古道を使ったお参りというのがあんまりメジャーではなくなってしまったというところがあるみたいです。なんかビクビクしないでくれるね。大丈夫だよ。立派な端上峠江戸道1号橋。なんかこの前の五色沼からとってもなんかネイチャーな番組になりそうだね。すごい、吊り橋みたいな。いいね。
振られてもないからね。すごいね。お、小さく小さく小刻みに橋が来るね。三号橋だって。そうだね、まあ、ちょっと階段っぽく整備してもらってるところがあるから、その辺さえ覗けばもう本当に昔の人が通った道と同じって言ってもおかしくないのかもしれないね。実は昨日、しじだみ浜の方に行ってきた次の日が今日に当たるもんですから、昨日のしじだみ浜はなかなかこっち行くとしじだみ浜だよっていう、まあ、簡単な道しるべが全くなくてですね、最初ちょっと不安だったけども、今回は結構ネット上にも出てるし安心ですね。4号橋に来ました。4号橋は下に初めてちょろちょろ水が流れていて、はい、5号橋です。見てください、石畳が出てき始めたのかな。さすがにちょっと汗ばんできたね。パサパサゆっくり音がするか何かと思ったら鳥だった。おお、これは急だな。鳥数だけ見るとスタートした桜広場が 1.3 キロ、足利峠は 0.7 キロということだから、距離だけで見たら積んだということですね。ちっちゃい石がすごいここに溜まってる。でも良かった、道がちゃんと引かれててちゃんと出てくる。ありがたい、ありがたい。息が荒くなってきた、うん、やっと。ここに奈良です。さて、だいぶなだらかになったよ。あ、到着ですね。
はい、はじかみ峠に到着でございます。おお、これは景勝地になるよね。うん、綺麗だ綺麗だ。いや、とにかく無事に端上峠に着けてよかったです。おぶちゃんお疲れ様です。